とやってみましょう。で戻ってくるってこと結構大事ね。で、まあ、初めまあこういうふうにやるといいかもしれない。ああ、変わる変わる。で大事なのはこう筋肉がまとまって戻ってくるってことですね。これやるだけでもあのこうやって少し緩むから戻るっていうのがあるのね。それを練習してもらう。はい。それと同じようなことがこの振り仕上げの。顎が下がるって感じね。口の中を大きくするさがいいかな。おーっていう。そういうふうにできるとね、非常にいいですね。はい。うん。大変よろしいでございます。で、例えば、口は少し変化するのね。戻ってくる。まあ、同じ口で吹きましょう、吹きましょうってよく言うんだけど、はい、そういうわけになかなかいかないので。はい、こっち指2つ押さえておいてもね、シのフラットになりましたね。恐れずにやってね。で例えばなんだけど、まあそんなふうなフレーズやってますよね。ちょっとおかしいだね。